今なんとか仕事できてるし悪いことだけじゃなかったと思うようにしてますっていうところまで来たから、実はここで終わってるんだ。言っちゃえば君はものすごくこの傷を受けて片足失ったようなもんなんだ。松田さん、漫画関係者。以前漫画家アシスタント時代のトラウマが忘れられないで応募したものです。あ、はいはい。その時の悔しさをバネにいろいろありましたが、今なんとか漫画家の仕事ができているし、悪いことだけじゃなかったと思うようにしています。あとはなんとか思い出さない、気にしないようにしたい。岡田さんはどうやって嫌な記憶を忘れますか？2ヶ月ぐらい前に相談した人だよね。山田玲二先生も一緒の時でなんか答えた人だったと思うんだけど、漫画家のアシスタントしてる時に先生にいじめられたと。で他のアシスタントの人もなんかひどい環境だった。でその時の悔しかったこと、嫌だったことが今フラッシュバックみたいに出てきて、すごい辛いって言ってる人なんだ。でまあ一応ね、この今なんとか仕事できてるし悪いことだけじゃなかったと思うようにしてますっていうところまで来たから、実はここで治療は終わってるんだよ、本当言えばね。であとはなんとか思い出さない、気にしないようにしたいという、僕ねこれね見果ての夢っていうかね、贅沢だと思うよ。言っちゃえば君はものすごい心の傷を受けて片足失ったようなもんなんだ。で片足失ったようなもんなんだけど、今はなんとか歩けるようになった、義足も身についてきた、普通に歩行できます、走ったりはできませんっていう状態なんだよ。だから俺ねそこがもう落としどころだと思うんだ。でこっから先あんな事故がなかったかのように昔に戻りたいっていうふうなことを考えてもしょうがないと思うんだけどね。どうだろうね、岡田さんどうやって嫌な記憶を忘れますかって、そんなもん忘れるはずがないからさ、なんか忘れる方法があるんじゃないかとか、このトラウマをなくす方法があるんじゃないかって考えるから苦しいんだと思うんだよね。今フラッシュバックで起きてくる苦しいっていうのを100だとしたら、この苦しみから逃れたい、何とかしたこの苦しみを逃れる方があるんじゃないかって焦ったらさ、100の苦しみが50プラスされて150になっちゃうじゃん。その150になっちゃう方がしんどいと思うから、100の苦しみのままで生きていくのが生き方だと思う。そしたら1年につき1ずつ減っていくよ。で10年経ったら90になるだろうし、20年経ったら80になるだろうし、そう考えてればいつの間にか、まあ、30、20になってるようなもんですので、今がちょうど治ってる感じだと思ってください。ひどい怪我ってした時ってさ、怪我の後残ったりさ、後遺症残ったりするじゃん。でそれまで全部なくしてなかったことにしようと思うと余計苦しいと思うので、今の状態で僕は治療済みだと思います。退院しましょう。匿名希望さん、21歳、はい、大学生、現在休学中の大学生で4月から復学します。具体的にやりたい勉強が分かりません。今すぐ教授に相談して見つけるべきですか？それとも見つかるまでブラブラしてて大丈夫でしょうか？はい、匿名希望さん、21歳大学生ですね。休学中の大学生で4月から復学ね。結論から言うとだね、具体的にやりたい勉強が見つからないっていうことは、実は言い方悪いけども君は大学に行かなくてよかったんだよ。必要なかったんだ。大学に行く必要なかったの。で大学に必要はなかったんだけども、まあ大学に行っちゃったわけですよ。で大学に行っちゃったんだからば、もう4年間という時間とあと学費を使うのはもうやっぱり支払っちゃった出費みたいなもんだよな。つまり映画館に入ってさ、この映画もう自分は見たくないかも分かんないと思っても、もう1,800円払っちゃったんだから最後まで見るでしょ。そうじゃない人もいるけどさ、普通の人は 1,800 円払ったんだったら多少面白くなくても、ああ俺2時間最後まで見て帰るかって、いずれ何か自分の人生の糧になればいいよっていうふうに考えるよね。それと同じで君も勉強してやりたいことを見つけたような気がして、でなんだろうな、入る大学までわざわざ決めて4年間かけて行こうと思ったんだからさ、もうここで 1,800 円支払っちゃったわけだ、ね、4年間で時間ももう支払い済みっていうふうに決めたわけだ、まあ、予約したわけだ。だからこれを今からやりたいこと見つからなかったから大学やめようって言っても、それはもうね途中で映画館出るようなもんだと思うよ。で僕と同じように映画館を途中で出ちゃうタイプだったら、僕そうなんだよ。僕1,800 円払って、1,800 円もう払ったけどまだ2時間という時間コストは払ってないから、つまんない映画だったら途中で帰っちゃうんだよね、本当に。でも普通の人そうじゃないし、匿名希望さんもそんな人じゃないと思うから、じゃあもう4年間おとなしくというか最小コストでさっさと大学出ないよ。でせめて大学に対して支払った時間とお金の分の大学卒っていう資格、それだけでも最小のコストで身につけて、さっさと出て、で次のやりたいことを見つけるか、もしくはやりたいことを見つかるのに結構時間かかるタイプみたいだから、40歳とか50歳ぐらいでやりたいことを見つかりゃいいやっていうふうにのんびり構えるか、どっちかだと思うよ。というわけで、見つかるまでブラブラしていて大丈夫でしょうか？大丈夫じゃない。さっさと最小コストで大学を卒業して、さっさと働いた方がいいと思います。ゆうきさん22歳、アルバイト、アニメや漫画などのオタク趣味が2008年頃から爆発的に浸透した原因、一体何なんでしょうか？アニメや漫画などのオタク趣味が、この人の、このゆうきさんという人の感覚では2008年頃が爆発的に浸透したと。一番単純な理由はね、このゆうきさんという人の年齢が22歳だということなんだ。つまり15歳ぐらいの時に爆発的に浸透したっていうことなんで、で人間っていうのは15歳の頃にあったことをものすごくでかく感じちゃうんだよね。中二病という言葉がそこからあるぐらいで、 SF の黄金期はいつですかっていう質問がさ、 SF 業界にあってさ、でそれは15歳の頃に何を経験したのかによってその人の黄金期が違う。だから多分みんなもアニメの黄金期とかゲームの黄金期とか、なんだろうな、ひょっとしたらネット放送の黄金期っていうのは大体中学3年生とか高校1年生ぐらいのことが記憶に残ってる場合が多いっていうのが俺の解釈の1なんだ。で解釈の2としては、その時に大ヒットしたコンテンツがあったんじゃないか。例えば「春日」であったりだな、なんかこういろんなものが、アニメがあったと思うんだけど、そういうふうなものがあったからっていうのが解釈の2。でね、1と2は可能性あるんだけどね、俺が考える岡田斗司夫の解釈は解釈3なんだ。コンビニだよ。2008年頃っていうのは何があったのかっていうと、コンビニでねフィギュアブームがあったんだ。で今はもうね本屋に行ってもほとんどないんだけども、その頃フィギュア王をはじめとしていろんなフィギュア雑誌が日本中の本屋にダーッと広がっていった。ということはどういうことかっていうと、コンビニにフィギュアが食玩ブームというのがあって、でいろんな人が買いまくってた時代だったんだ。ペプシマンとかさ、そういうやつを。でそれは何かっていうと、特定の趣味を持った人が見るもの。多分春日にしてもやっぱりそうなんだ、エヴァにしてもやっぱりそうなんだ。特定の趣味を持った人ではなくて、一般の人たちが棚にあふれる商品として見て、でそれが当てもんっていうのかな、いわゆるギャンブルみたいな形でいろいろ物を買うことによってみんなが熱心にわっと集まるようになった。それがその2008年ぐらい。2008年っていうのはちょうどそのコンビニと食玩ブームのもう本当に終わりのところぐらいだったと思うんだけども、だから日本のそのオタク趣味をすごく大きく変えた事件っていうのは、コンテンツレベルでいうと宇宙戦艦ヤマトがありました、ガンダムがありました、エヴァがありました、春日がありました、で最近で言えば窓マギがありましたって、コンテンツという目で見たらそうだと思うんだけども、マーケットとか市場という意味で見れば、コンビニという売れさえすればいくらでも棚を提供するメディアがだよね、物理的なメディアが現れて、そこに食玩とかフィギュアっていうふうなものが一斉にあふれて、普通の人がそれを買うと。買ったらどうなるのかっていうと、本とかだったらさ家に持って帰るから誰にも見えないんだけども、フィギュアみたいなものって会社でこう置くようになるじゃん。そうすると他の人の目に入るようになると。今ちょっとコメントでニコニコとか SNS じゃないか、もちろんその要素もあるんだけどもさ、そのコンビニっていう日常的に接するものの影響力とすっごく大きいと思うので、岡田斗司夫の解釈としてはフィギュアブームとコンビニが2008年ぐらいのオタクだな、爆発期、オタクカンブリア爆発っていうのを起こしたんではないかというふうに考えています。さて本日の人生相談いかがでしたか？冒頭のトラウマ克服に関する岡田さんの回答があたかもメンタル診療の専門医のように、いやそれ以上の的確さで染みてきました。おそらく状況の把握と言葉のチョイスと、それを語るトーンの全てに卓越した力があるのでしょう。またオタクブーム発生のメカニズムを探る分析はさすがオタキングの本領発揮で、マーケティングミックスの 4P の一つ、プレース流通チャンネルの確保拡大の重要さを再確認させてくれました。オタキング CH 管理人岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。